磯部八一郎から1931年4月23日は国民映画会の創立者。熊本藩士、磯部剣宗の次男として文語国大分郡鶴崎村に生まれる。漢学塾を経て1875年上京し、鳴門塾へ入学した後、慶応義塾に学ぶ。一度他の私立学校に転じた後、1877年、慶応義塾に復学し、 翌年検証作文、酒とワクチンいずれがその外大なるやで賞を受ける。福沢諭吉の民権主義に感化され、1880年に退学して、北海道の開拓会社、函館開拓社へ入社、岩内社に移った後、同社の閉鎖に伴い、岩内小学校の教員となる。1881年帰郷し、外国人と交流して、英語を研究する。 1888年にフレデリック・イー・ストレイクと英語学校、国民英学会を起こし、月刊で国民英学新種を刊行。イー・ストレイクが同行を去ったため1890年に廃刊となり、1894年より月刊誌中外英字新文献究録を発行。1899年、子供の頃からの夢だった要望を果たし、 英国など欧米各国を視察し、翌年帰国。国民英学会への入学者は、大正初期までに数万人上り、卒業者は2000人以上を数えた。その後も国民英学会会長と、中外英治の主筆を務め、1931年に没した。イーストレイクの妻によると、乗船していた汽船の遭難により死亡した。兄は、 海軍少将から日本優先取締役、摂津工業社長、貴族院議員を務めた、磯部金吉。その長男で軍人の磯部美にいよいよの妻、高子は明治生命初代討取り、安倍大蔵の娘で、高子の兄弟には、水上滝太郎や、元慶京義塾大学塾長、小泉晋三の妻となどがいる。妻の綾子との間に8人の子があり、長女のふ子は、 元東京府農工銀行、現、水保銀行頭取の星川藤七に、次女の昇亀子は、愛知大学学長などを務めた、本間巻一に嫁ぎ、三女の光は、三井物産社員の妻となった。ありがとうございます。